ごい上手ね。楽しみましょう。皆さんの力をお借りします。この機を逃すな。畳みかけるぞ。準備はいい？わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。無益な血は流し、皆さんの力をお借りします。皆さんの力をお借りします。折れぬなら切る。私にだってできるんだから。命が惜しくば避けて通れぬなら切る。皆さんの力をお借りします。準備はいい？私にだってできるんだから。
それが俺の選んだ道だ。私の番ね。皆さんの力をお借りします。この機を逃すな。畳みかけるぞ。準備はいい？遅れるな。あの木の手ばかりじゃダメ。参ります。皆さんの力をお借りします。先に通れぬなら切る。この程度では足りぬ。ここがクリスタルレイク。確かに一見すると湖面の輝きはクリスタルの輝きのようにも見えるな。見ていると俺様の腕がムズムズしてくるわ。ここにはいないようだな。おーい、向こうから誰か来ますの。助かった。こいつもしかしてネリスですの。あ、こんなところで盗賊に会えるなんて思わなかったな。あなた、ここで何をしていますの。お宝探し。僕はフェル、超一流のトレジャーハンターさ。トレジャーハンターだって？こんな小僧がか？小僧って言うな。ネルスだからってバカにするなよ。こう見えてもこの間24歳になったんだからね。でしたらプラムの方がお姉さんですの。え？君、僕より年上なの。僕より小さいからてっきり年下なのかと思ったよ。プラムは女性ですから、これぐらいが可愛らしくてちょうどいいんですの。それよりもこちらの質問に答えなさい。だから僕はトレジャーハンターだって言っただろ。世界のお宝求めて各地を渡り歩いてるのさ。それで船で海に出てみたはいいが、ナンパでもしてここへたどり着いたか。ご名答じゃなくて、乗ってた船が襲われたんだよ。どなたに。その海賊だよ。
この海には有名な海賊がいるんだから。海の上で襲われて、それでも襲いかかってくる海賊をバッタバッタと切り伏せて、あともう少しで撃退できるとこだったのに。あたいがその海賊の頭目なんだけどね。そいつはいつの話だい？え？そんなことがあればあたいの耳に入らないわけがないんだけどさ。いやー、海賊は間違い。実は魔物に襲われて、それでさ。もういいよそんな話。お前ユリシースを見なかったか？ユリシース？ここでは見かけてないけど、ユリシースがどうかしたの？俺様たちもお宝を探していてな。ははユリシースといえば虹の雫だね。よく知ってるね。こいつ意外と本物かも。だから言ったろ、僕は超一流のトレジャーハンターだって。その辺のリサーチは抜かりはないって。けどそれだったらもっと早く言ってよ。物は相談だけどさ、僕も一緒に行っていいでしょ？そんなことだろうとは思ったが、手は大いに越したことはないだろう。それなりに知識もあるようだし、全く役に立たぬということもないか。足手まといになるようだったらそれまでだからな。それは僕のセリフだね。せいぜい僕の足を引っ張らないようにしてよね。またゾロ、向こう気の強いのが集まったの。これくらいでなければ相手の強大さに押しつぶされるだけだ。そうじゃの、このくらいがちょうど良いのかもしれんな。それじゃまずは町にでも行って情報収集と行こうか。